ではでは、ごゆっくりお楽しみください。こんにちは、いつもの鶴巻まきです。キズナのあかりです。今回は明日に開催されるボイスロイド創屈祭というイベントの宣伝をします。これはマイクラのとあるワールドにボイロ実況者が16人集まって4チームに分かれるイベントです。これにここのウプ主も参加させていただきます。この映像はその練習の様子ですね。レッドストーンランプを弓で撃って光らせる、要はやぶさめですね。実際は4人チームで走るのでこれとは違った感じになると思いますが、頑張って練習しています。ところで創屈祭と名前が似ている創術という生薬があるのですが、まさかここでお薬解説を。創術は細菜オケラという植物から取れる生薬です。胃腸の調子を整えたり発汗作用があるとされています。代表的には五苓散という漢方薬に含まれます。吐き気やめまい、嘔吐下痢に対してよく使われる漢方薬です。また腰痛の改善効果もあるようですので、整形外科の手術後の方に軽視伏量丸と合わせて処方されることもあります。そんな創術と名前が似ている創屈祭、明日の20時半より開催されるのでぜひ見に来てね。内容がブレブレなんですが。動画の半分以上を薬解説するのが普通でしょ。そんなことはないんですけど、本番をお楽しみに。